保武葉が戦隊トレーニング復帰、現地氏は強行出場もっさ。テストを問題なく終えられれば。ソシエダ所属のミッドフィルダー久保武英が1日、ラリーガ第4節グラナダ戦の前日トレーニングで全体練習に合流したようだ。スペイン紙マルカはテストを問題なく終えられれば、グラナダ戦に出場できそうだと強行出場の可能性を伝えている。ソシエダでの2シーズン目を迎えた久保は今季、開幕節から全3試合に先発出場。チームが3戦連続ドローと苦しむ中でも古墳奮闘し、3試合連続でリーグ公式の MVP オブザマッチ MOM に輝いていた。ところが第3節のラスパルマス戦後は全体練習から離脱。現地では右大腿四頭筋に違和感があるとも報じられており、コンディションが懸念されていた。久保は8月31日に発表された日本代表の欧州遠征のメンバーにも入っており、森保はじめ監督は発表会見でレアルソシエダのメディカルスタッフとも連絡を取っている中、代表戦ということに関してはプレイするのは問題ないという報告を受けているので招集したと説明していた。昨シーズン後半みたいな連戦の蓄積疲労によるものじゃなくて今回のは完全に肉離れの前兆やから無理しないでほしい。代表期間は今回くらい休んでくれ。今無理したらアジアカップも棒に振るぞ。今回は欧州遠征だし怪我人出しまくりのソシエダのトレーニングよりも代表のトレーニングの方がマシなんじゃね？グラナダ戦でちょっと使って怪我しましたで代表回避の作戦であってくれた方がいいレベルの酷使。いいから代表スキップしろ。マシという代表